ということでロボニャン28号を撃破してボス召喚カードゲットしました。ロボニャン28号の召喚カードめっちゃかっこいいですよね。必殺技が超電導 Z デンジャー、なんか難しい名前やな。でこの威力なんですけど5880、カブキロイドとかレッド J の必殺技の威力が5860なんで少し高めになってます。これでボス召喚カードはトータル6枚かな。マイティドッグ、レッド J、ロボニャン28号、そしてカブキロイド、デカニャンと大航海船長。で最後にロボニャン28号のカードの入手方法なんですが、まず強力バスターズモードでたまに出てくるこのロボニャン28号を撃破します。するとハッカハマリゾートに大ボスとして出てくるんで、バトルの勝ち負けに関わらず 30% の確率でボス召喚カードゲットできます。グッドラック。